こんにちは、渡辺和弘です。今回の私の街新宿も皆さんと一緒に街の魅力を発信していきますよ。それではスタートです。出題された写真の場所を街の皆さんの記憶を頼りに目指す思い出の場所のコーナーです。今回の写真はこちら。雪だるまじゃない、お地蔵さん仏像ですかね。これなんだ、雪、わからない大丈夫かな、行ってみます。なんだこれ、なんだろう。今年の夏は暑かったですが、ちょっと風が気持ちよく感じる、そんな季節になりました。1階お店が多いんですけど、ああ、西京漬け。こんにちは。ちょっと今ですね、この写真の場所を探して歩いているところなんですが、これ見たことあります？いや、ちょっとわからないですね。わかんないですよね。ちょっとお漬物に惹かれて入ってしまったんです。ついフラフラっと。ぜひご試食でもしていきますか。いいんですか？よか作った鯖寿司なので。鯖寿司、美味しそう。いただきます。鯖の加減がちょうどそうですか。いいですね。ありがとうございます、うん、美味しい鯖寿司をごちそうさまでしたありがとうございました。ラッキーラッキー。じゃあ行きましょう。あてもなく四ツ谷の四丁目の交差点ですが、文房具屋さんがちょうどいい場所にありますよ。これお分かりになります？これどこにあるか今探してるんですが、うん、この辺にはないんじゃないかなあの文房具屋さん何年ぐらいやってらっしゃるんですか、こちらで。私が上目に来て50年だから、その前。あら、お若く見えますよ本当ですか。めっちゃ、だから、ええ、その先代が前だから、戦後すぐだったと思うから76年ぐらいじゃない。どうもすいません、ありがとうございます。お邪魔しました。左手に新宿御苑で、新宿1丁目の交差点、こっちに行ってみます。お、あら、おしゃれなお店。今ですね、この写真のこれがある場所に行こうと思って探しているところなんですが。ああ、なんですかねこれ。いや、見当もつかないですね。余計に迷ってしまいますね、ここではじゃあテイクアウトもできるんですか。はい、できますよ。ちょっといただいても。あ、すいません、ありがとうございます。お、ちょっとこれ見て見て見て、ハートいただきます。ああ、美味しい美味しい。猫舌でも安心して飲めます。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。じゃあちょっと探してきますね。ありがとうございます。はい、失礼します。続いては私の街のマイスターのコーナーです。新宿区では優れたものづくりの技術や技能を持つ名匠の方を新宿ものづくりマイスターとして認定しています。このコーナーでは新宿区認定の新宿ものづくりマイスター、技の名匠の方々をご紹介していきます。西新宿7丁目の管楽器修理店にやってきました。早速お邪魔します。今回ご紹介しますのは管楽器修理のマイスターでいらっしゃいます萩森美香さんです。萩森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。管楽器と言ってもいろいろありますが、はい、萩森さんが修理なさるのはこちらですね。はい、そうです。オーボエ、はい、これがオーボエ、それからこちらがファゴット、ちょっと大きいですね。でこちらはオーボエ族っていう、ちょっとオーボエよりも低い楽器です。はい、オーボエってなかなか珍しいですよね。そうですね、日本国内だとオーボエだとだいたい3万人ぐらい、日本全国でですか。日本全国で演奏する方が、はい、となると
修理をなさる方もあまりいらっしゃらない。そうですね、一応オーボエを専門にやってる人はまあ10人足らず。全国でですか？はい、あの部品がすごく多くて修理なさるのも大変だと思うんですが、はい、そうですね、いかがですか？だいたいオーボエは、300点ぐらいこう全部分解すると、はい、300個ぐらいに分かれます。 300？ はい、とっても難しく複雑になってます。精密なわけですよね。そうですね、神経使いますね。はい、萩森さんご自身は、はい、オーボエ吹いてらっしゃったんですか？はい、そうです。私はまあ、音大を出て、はい、その頃はプロにでもなろうかななんて思ってたんですけれども、奏者として、はい、父親が新聞社で活版印刷って活字を組む仕事をしてたので、家中機械だらけだったんです。その影響もあって、まあ、音楽もできるし、そういう機械的な技術も一緒にできるので、それでこの道を選びました。長屋でお仕事なさっていて、はい、いろいろ思い出もあると思うんですけども、一つ二つ挙げるとするとどんなことございました？そうですね、今ですと例えば世界的に有名なベルリンフィルハーモニーとか、はい、ウィーンフィルハーモニー、パリ管弦楽団、ニューヨークフィルハーモニーっていった世界中 の、 オーケストラで吹いてらっしゃる方が、はい、日本公演の時に立ち寄られて、修理をお持ちになります。昔、ね、CD で聴いて憧れてたような人たちが、目の前にいるっていうのが、まあ、この道のとってもいいところですよね。ではせっかくですので演奏を披露していただきたいと思います。奥様の幸子さんとデュエットしていただくということで、幸子さんよろしくお願いします。お願いいたします。これから先、はい、萩森さんの夢、はい、あったら教えていただけませんか？そうですね、今私自身が持ってる技術っていうのが私しかできないことが多いので、それをどうやって後進に伝えていくか、今一人修行できてるのもいるんですけれども。あ、そうなんですね。あとはこういう管楽器の修理学校に教えに行ったりとか、今は妻と二人で、その教則本のようなものだから、それの修理の本も、今制作しております。ですからせっかく得た技術をそのまんま、ね、なくしてしまうのももったいないかなっていうふうに思ってますので、それをこれから10年20年かけてやっていきたいなと思っております。はい、今回は管楽器修理のマイスター萩森美香さんにお話を伺いました。萩森さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回の知って得する区政情報は高齢者見守りキーホルダーの配布についてです。高齢者総合相談センターは高齢者の方が地域で安心して暮らせるよう介護・医療の面から総合的に支援しています。新たな取り組みとして9月から外出に不安がある65歳以上の希望者に個別の見守りナンバーが記載されたキーホルダーとシールを配布しています。見守りキーホルダーを身につけることで万が一外出先で倒れた時や徘徊中に保護された時にも見守りナンバーで迅速に身元が分かり、家族など緊急連絡先への対応が行えます。詳しくは
高齢者支援課、またはお近くの高齢者総合相談センターへお問い合わせください。続いては新宿区のそれ掘り下げますのコーナーです。このコーナーでは新宿区の話題のスポットや事柄を情報を掘り下げてお伝えします。今回は新宿御苑にやってきました。新宿御苑は信州高遠藩主内藤家の屋敷跡の一部で、明治39年に皇室の庭園となり、昭和24年に国民公園となりました。広さ 58.3 ヘクタールの広大な緑は都心のオアシスとして多くの人に親しまれています。では新宿御苑について国民公園協会の本庄明子さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本庄さん、今お話を伺っているこちらがインフォメーションセンターの中にあるカフェですよね、はい、こちらのカフェ花の木は8月にリニューアルオープンいたしまして、福島の木材を使った室内装飾をしております。私今回久しぶりに新宿御苑をお邪魔したんですけども、たくさんの方いらっしゃってるようですね。はい、そうですね、昨年は1年間に250万人のお客様お見えになりました。250万人、はい、これは新宿御苑が開園して最高の記録のにもなっております。はい、そうですか。で今ね映ってますこちらなんですけども、はい、これ植えてあるものって何ですかこれ。はい、こちらは内藤唐辛子という、はい、野菜になります。新宿御苑はですね、内藤清成のお屋敷地がこちらにありました。でこの屋敷地の中で、作人がですね栽培していたのがこの唐辛子、それからかぼちゃもあるんですけれども、はい、これらがですね特産物としてこの内藤、のお屋敷地を中心に新宿一帯に広まっていったと言われています。なんかお話伺ってたら食べてみたくなっちゃいました。あ、はい、この内藤唐辛子を使ったオリジナルメニューをカフェ花の木とレストランゆりの木でご紹介してますので、はい、あ、こちらでいただけるんですか。はい、あら、どんなメニューが、ね、あるんですか。はい、はい、すいません。こちらが長ネギと内藤唐辛子のケーキになります。え、ケーキ、スイーツですか。そうです、そうな感じ。いただきます。香りはね、うん、もうまずネギ、はい、でもこの唐辛子の優しい辛さがアクセントになってます。うん、園内へやってまいりました。風がちょっと強いですけども、はい、本庄さん、はい、あちらにひときわ大きくて立派な木があるんですけども、はいはい、あれは何の木ですか。これはユリの木と言います。ユリの木、はい、樹齢も130年ぐらい経っている新宿御苑の中でもシンボル的な樹木の一つですね。はい、ところで渡辺さん、はい、先ほどカフェのメニューの中で何か気づいたことありませんでしたか。そういえばかぼちゃ、うん、内藤かぼちゃのパウンドケーキですとか、はい、小豆島のオリーブのサイダー、はい、珍しいメニューありましたね。あ、そうですね、実は新宿御苑は明治5年にここに農業の試験場が作られたんです。はい、で海外からさまざまな果物やお野菜、それから樹木やお花なんかを導入しまして、ええ、日本での栽培研究が進められました。普段私たちが食卓で食べるような、野菜や果物なんかも実は新宿御苑が日本での発祥の 地であったものが結構たくさんあるんですよ。新宿御苑は昭和24年に一般公開されるんですけれども、はい、公開10年後にですね、名木10選としてこの百合の木を選びました。他にも落雨松ですとか、ヒマラヤ杉とか珍しい、樹木が園内にはたくさんありますので、はい、よかったらご案内いたします。ずっと見渡す限りね、はい、公園ですもんね。そうですね。本庄さん、こちらにも大きな木がありますけど、はい、これはこれは欅になります。見たことあると思いました。はい、新宿区の木にも、ね、選ばれているので皆さんおなじみかと思いますが、はい、新宿御苑の中にも140本ほど欅の木があります。結構ありますね。はい、その中でも一番古い樹齢の古いものがこの欅で、江戸時代には植えられたと言われております。加工
故にですね、落雷の影響を受けまして、ちょっと木の上の部分損傷を受けてしまったんですけれども、今樹木の治療を施して、あの元気に、ね、あの生育している木の一つになりますね。そうなんですね、はい。でも私今回本庄さんともう本当に入り口からここまで歩いただけですけども、これ全部散策するとなるとかなり時間かかりますね。そうですね、ぐるっと一回りで 3.5 キロぐらいありますので、いい運動ができますね。はい、テレビをご覧の皆さんもぜひ新宿御苑お出かけになってみてはいかがですか。本庄さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。新宿歴史博物館では10月20日土曜日から31年2月3日日曜日まで、開館30周年記念特別展新宿御苑皇室庭園の時代を開催します。新宿御苑の皇室庭園としての歴史などを宮内庁宮内公文書館や新宿歴史博物館が所蔵する資料をもとに振り返ります。新宿御苑の歴史の一部に触れてみませんか。今ここに来たくて探して歩ってるんですが、はい、大掃除の方じゃないかな。大掃除ですか。ここはお店どれぐらいなさってるんですか。うちは この家は昭和26年で、はいはい、戦後に、はい、建て替えました、はい、で私はここで生まれました。ずっと住んでらっしゃって、この辺りってどうです、どういう風に変わってきました。ですから、あの地蔵さんが、はい、今までは今あの伊勢丹の方向いてるんですけど、ええ、昔あそこ道路がなくて江戸城の方向いてたんですよね、こっちを。向きが違ったんですか。はい、子供の頃は僕なんかあそこでよく野球やったんですけど、あの左側の方に今工事、ビル工事してる、あ、新しく今建ててるとこあります、はい、あそこのところにあったんです。すいません、とんでもない、ごちそうさまありがとうございました。ごめんなさい、助かりました、ありがとうございます。今困ってまして、実はここに行かなきゃいけないんですけども、これが何かも僕わからないんですが、この辺りなんですけど、塩地蔵さんかな、塩地蔵とか、なんか確かあの大掃寺にあるんじゃないかしら。やっぱり大掃寺ですか、の左側に、左側の方にあるんですよ、すいません、助かりました、ありがとうございます。おお、大掃寺、塩地蔵、間違いないですよ、きっとこれは有力情報です。よしよし、カレーの店、ここに行きたくて今探してるんですが、はいはい、大掃除じゃないかっていう方が何人かいらっしゃる。大掃除にいますよ、このお方いますか。はい、おります。塩かけ地蔵、塩かけ、あ、やっぱり塩地蔵、お塩ですよこれ、大掃除なんですね、はい、はい、いらっしゃいます。あ、よかった。豆？今ここを探してまして、あります、大掃寺さんに。あります。え、うん、あのこれなんだっけ、塩かけ地蔵っていうの。あ、やっぱりそうなんですね。どういうものがこちらのもの人気ですか。よく売れてます。あー、千葉の落花生、はい、いただきます。あ、うん、美味しい、ありがとうございます。うん、ありがとうございました。すいません、ごちそうさまです。これは間違いなく大掃除ですよ。大掃除ですよ。 ありましたね、あったあった、いました、到着しました。正解は新宿2丁目にある大掃除の塩かけ地蔵でした。この地蔵にかかっている塩をもらい、体の不調のあるところにかけて体調が良くなったら、もらってきた量の倍の量の塩を地蔵にお返しする風習があり、今でも地域の人に親しまれています。続いての知って得する区政情報は、ほぼちゃんスタンプラリー in 新宿についてです。区では作者の上田正史さんが新宿に居住してから連載初回の原稿が書き上げられたほぼちゃんとコラボして、区内の5つの博物館記念館をめぐるスタンプラリーを行っています。スタンプを集めた方にはコボちゃんのオリジナルグッズをプレゼントします。ぜひご参加ください。散歩がてら区内の博物館記念館をめぐりつつ、新宿にお住まいの皆さんも新宿生まれのコボちゃんのスタンプを集めてみませんか。
今回の私の町新宿いかがでしたか。次回の私の町新宿はあなたの町に伺います。お楽しみに。